MSL Cassino 891891, the big bad sound, the rule of the day. And this is Touch of Two Centimeters. こんにちは、カジノ891の勝です。ことパンパンでございます。今日は、アームストロングの新曲4月22日に配信しますが、FIFA4FOMO のですね、独占インタビューといいますか、まあ普段のですねアームストロングをもう解き明かそうぐらいの勢いでインタビューしてきました。そしてこの FIFA4FOMO、4月22日に一斉配信しますが、皆さんに聞いていただいてですね、特にもう男の子には聞いてもらいたい、そして女の子にはこういう風になってほしくないというような意味を込めてこの曲を作ってもらいました。去年、カジノ891名義に出しましたギザギザというコンピレーションの中のですね、アレンジを加えまして、心のハート、誰もが持っているようなそういうバラード感、まあ、セレナーデですね、そういうところを、ついていきたいと思います。それがダンスホールに乗ったらこういう風になりましたよ、敵だとかの皆さん。ではアームストロングのインタビュー。気が強そうなイメージ、寄りつく男ども即撃沈、余計と走る激しい。特に何にもやってないですね。これもめちゃくちゃ言われるんですけど、お客さんかもうカツくんも知ってるっすよ、お客さんに、アンサー鍛えてんすか、いや鍛えてない、いや嘘でしょ、会話何千回やってきたかもう腹立ちすぎて、最近も鍛えてるって言うたろう思ってますうん、鍛えたことはないです。実際のやつ腕立て10回1日でやめました。はい、でも鍛えてるって言うことに しようと思ってます。今流行というか、もう最近ハマってるもんというか、もうずっとハマってるのはやっぱこの音楽でしょ、レゲエミュージック、間違いないです。まあすぐに崩れ出すよ、もっとは DJ ミライフ、ブレないプライド、一直線に走るマイロー、タフライダー、ビートの上をジャイブ、ライムベタ踏みでライドン、最近急増うさんくさいの、他のジャンルと似たような内容、どっちつかじゃ消えてくさいの、何がしたいの、寝ても覚めてもレゲ追い求める俺たちがレベル、一言バーバーバー、こんな感じですか。 DJ ミライフ、ブレないDJ をすることが欲しい。もう最高ですね。一番のマスターベーション。マスターベーション。気色ある？嘘嘘。もう DJ ミライフ。それをね、逆にね、マスターベーションがね、すごいですね。やっぱ自分のやっぱ顔を聞いてもらうじゃないですけど、やっぱ人伝わるやつが100人おって、俺の言葉なんか 5人伝わるかどうかって言ったら俺も分かんないし。うん、それ50人伝わるかも分かんないし、分からへんすけど、俺の思う言葉でしかこう歌は作れないから、それが俺のブレない信念をこう歌に乗っけて、そこに共感してもらえる人と一緒にライズアップできたら嬉しいかなっていう、はい、な感じです。最大のライバルを教えてください。今それ言おうと思って言おうと思ったんすよ。まあ自分はまあもちろんそうっすよ。自分はもう置いといて、なもん自分はもうええわ。どうしようかな。負けず嫌いの究極を教えてください。ほんまに究極言ったら、俺がもうさっき点数つけてるって言ってた、85%超えのやつら全員です、ね、でまあそこでもうチョケ入れるんやったら、そしたらカウマいやあんまカウマ、まあ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 ラガっすよ、俺ってラガやし、うん、しかも的な、うんうん、彼ね、彼は僕、はい、まあまあ、テイクオーバーはまあまあ好きです。長度高いっていうか、もうなんか青さ加減似てる感じですかね、はい、あと言ったら J もそんな感じですよ、俺の中で青さ加減っていう、
ったら、ジェルツ、はい、つまり、イエーってことで、じゃあ最後に、4月22日このカジノ891勝と一緒にアームストロングやっぱり作品をギッザギザの延長ではないんですが、配信することになりました。その曲は聴いてもらったら、多分聴いたら速攻わかる思うんすか、言うときます。実はしてんだろ後悔、増える君の穴兄弟、ウェーイみたいな感じで、地球が地球を救うヤッバイチューンになってるんで、ビッチじゃなくてガッチュルしたあーと思って、男と女は接してちょうみたいな曲なんで、4月22日ギッザギザの延長じゃないけど、もう一回カジノ891とカツでやってるアームショングの曲聴いてください。ボレ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 じゃあ見ていただきました、アームストロングのカジノ891独占インタビュー、この俺しか聞けないようなこととかね、聞いてみました。皆さんいかがでしたでしょうか。4月22日 B54 フォームアームストロング配信いたします。一斉配信 iTunes、 そしてレゲエザイオン等々、もう全部全部全部一斉配信しますので、ぜひダウンロードよろしくお願いします。そして最後にですね、アームストロングの今回のインタビューでの名言を見ていただいて、この宣伝動画を終わりたいと思います。それでは皆さんありがとう、リスペクト。ピンポイントぶち破るキング心折れてる時点で DJ じゃないと思うんですよ。負けたとしても、だからクラッシュで負けたとしても、負けてないってもうそれ堂々言ったらアホやと思うんですけど、心折れたら負けや思ってるんですよ。なんでもでクラッシュに限らずラバダブでも心折れたら負けや、折れずに行くやつがすげえ、なんかひっくり返せるもん持ってる、チャンスがある、折れてるやつにチャンスは来ないっていう感じですかね。できることならもう一回、インサイドアウトサイド、タイトな締まりに上限ない、インサイドアウトサイド、快楽へ案内、リスク顧みずに掴む自由。